ヘラクレアの戦いは、紀元前280年、共和制ローマから攻められた都市国家タレントムの要請を受けた、ピュロスを率いるエペーロス軍とローマ軍の間で行われた戦い。ピュロスは多大な損失を受けながらもこれに心傷し、タレントムを守り切った。タレントムは、ギリシアの植民地、マグナ・グライキアの一部だった。タレントムの主な派閥のメンバーは、 ローマ人がタレントムに入るならギリシア人が独立性を失うという予想のもとにローマに反対していた。タレントムのギリシア人は第三次サムニウム戦争の後にローマ拡大を恐れるようになった。紀元前290年のサムニウムの降伏の後にローマ人はアプリア・トルカニアに多くの植民地を設立しただった。紀元前282年にサムニウム人、 ルカニア人、ブルティウム人、およびトゥリウム人に対する戦いの後に、ローマ軍はイタリアにあるギリシアの植民地クロトン、ロクリストレギウムに入った。タレントムの民主主義者たちは、ローマはガリア、ルカニア、エトルリア、サムニウム、およびブルティウムとの戦争を終えれば、すぐに彼らがタレントムにも入るのを予想していた。もう一つタレントム人に影響を与えた出来事は、 トリウムでは、貴族的な派閥が権力を取って、ローマ守備隊を招き入れていたことだった。タレントム第二の勢力だった、貴族層はアギスに引き入られていたが、彼は、ローマに降伏することには、反対していなかった。そうなれば貴族層が権力を奪還できるだろうと思ったからである。しかし、大衆の支持を失うことになるので、あからさまに降伏することもできなかった。 紀元前282年の秋、タレントムの海に面した劇場で、ディオニソスの祭りが行われている時に、兵士とツリウム中東兵への補給物資を乗せたローマの戦団がターラントワンに入ってきた。ローマはターラントワンに入港できないという条約に調印していたので、タレントム人はこの戦団の入来に立腹して、戦団を出してローマ船を攻撃し、 数隻を沈め一隻を打破した。ローマに勝てる見込みは、ほとんどないと分かっていたので、タレントム人は、エペーロス・オーピロスに救援を要請することにした。タレントムの陸軍及び艦隊は、トゥリウムに向かい、その地の民主主義者を助け貴族たちを追放した。トゥリウムのローマ中東兵も撤退した。ローマは、事態の解決と捕虜の返還を求めて、外交施設団を派遣したが、 交渉は打ち切られ、ローマはタレントムに戦線を布告した。紀元前281年、指揮官ルキウス・アエミリウス・バルブラの率いるローマ軍団はタレントムに侵入、略奪を行った。タレントムもサムニウムとサレント人の援軍を得て戦ったがローマ軍に敗北した。この戦いの後、ギリシア人はアギスを選出して、急戦協定の調印と、 外交交渉を始めさせたが、エペーロスから指揮官ミロンが率いる3000の兵が到着し、交渉は中断した。ローマの失政官は退却し、ローマ軍は打撃を受けた。ピロスはタレントムに仮があったので援軍を送ることにしたのだった。またサムニウムやルカニア、ブルティウム、それにイリュリアのある部族からも援軍が当てにできるだろうと分かっていた。彼の最終目標は、 紀元前285年に失ったマケドニアを再征服することだったが、そのために必要な兵士を徴用できるだけの財力が、当時のピロスにはなかった。そこでまず、タレントムを助け、それからシチリアに遠征して、カルタゴを攻撃しようと目論んだのである。カルタゴとの戦いに勝利して、南イタリアを占領すれば、マケドニアを征服できるだけの強力な軍隊を組織、するのに、 十分な資金も得られるだろうと考えたのだった。ピロスと彼の兵士たちはイタリアの戦争を生き残った。エピルスを残す前にピロスはマケドニアのプトレマイオス・ケラウノスからいくらかの戦像を借りてシリア王とアンティオキアのアンティゴノス2世から船とお金を要求した。またエジプト王は9000人の軍人と戦像50匹を送ると約束した。そして ピロスはギリシアで軍人を編成した。イタリアへのピロスの到着を知った後に、ローマはアウクシリエラスで発行軍団を動員した。彼らはそれを4つの軍隊に分割した。タレンティウスによって設立された都市、カラブリアのギリシアの植民地がピロスに迎合することを防ごうという意味も持って、パブリウス・リビウスはヘラクレアに向かって進んだ。その結果、これらの都市は、 ローマに対しての敵対を避けた。ヘラクレアの戦い、終盤戦ピュロス軍共和制ローマ軍ピュロスは、同盟国の援軍を待ちながら、ローマへの行軍を中止していた。援軍が間に合わないことを理解したとき、彼は、パンドシアとヘラクレアの間にあるシリス川付近の平野で先端を開くことを決定した。ピュロスはそこで婦人して、ローマ軍を待っている間に、ローマ領事の外交官に、 南イタリアにおけるローマとの闘争を仲裁できるよう提案して伝令を送った。彼は同盟国が裁判官としてピロスを認定したと約束してローマ軍へ同じことを要求した。ローマ軍は不人していたシリス側の右側で彼の要求を拒否し平野に進軍した。ピロスがタレントムにどれくらいの軍を置いてきたかは不明だが おそらくヘラクレアにおよそ2万5000から3万5000の軍がいた。ピュロスはローマ軍がトカに要する苦労と時間の浪費をもくろみ、シリス川の左側に位置していた。ピュロス軍の騎兵と戦像軍団はローマ軍のトカの開始と接近を知らせるために川の近くにいくつかの警譜表を置いていた。ルキウス・ワレリウスは多くの騎兵と槍兵を含むおよそ3万人の 軍団を用していた。市場でも珍しく、戦争で二つの非常に異なった戦力が衝突した。夜明けに、ローマ軍はシリス側の都下を開始した。ローマ騎兵は、石膏隊と、警府標の側面を攻撃した。ピロスは、ローマ軍の都下を開始を知ると同時に、マケドニア人とテッサリア人騎兵へ、ローマ騎兵を攻撃するように命令した。彼の石膏隊、旧兵。 および、重不評は、進軍を開始し、エピロテキ兵は、守備よくローマ戦闘体系を中断して退却した。ピロスの居手と小て兵は射撃と法人の攻撃を開始した。不評戦の長さは、ローマ軍の近くにあった。ピロスには、少数における小回りの利く利点があったが、法人は、ローマ軍勢より深い形だった。邦人は、7回の構成を行ったが、 ピュロスの軍勢に対して失敗した。それはそれまでに遭遇したことがなかった強敵だった。ローマ軍も7回の攻勢を行ったが、ファランクスを破壊することはできなかった。戦いは膠着した。戦いがそのように膠着するようになったので、ピュロスは鎧と兜に着替えた。状況の大きさを理解し、ピュロスは前線に乗り出した。ピュロス軍は決意を強め、戦いは 熾烈を極めた。どんな戦備も得ることができないまま、ピロスは後陣にあった戦像を配備した。ローマ騎兵はあまりに強くピロスの側面を脅かしていた。今まで見たこともなかった、この巨大で奇妙な動物の前に、馬は怯えて、騎兵を放り出して逃げ出し、ローマ軍勢は総崩れになった。ピロスは、テッサリア人騎兵を混乱している、ローマ軍勢へ投入した。 ローマ軍は溶かして退却し、ピロスは防衛に成功した。ディオニシウスの意見では、ローマ軍は1万5千人の軍人を失って、数千人が捕虜にされた。ヒエロニムスは7千人と推測している。ヒエロニムスによると、ディオニシウスはおよそ1万3千人の軍人と4千人のピロスの損失を合計した。数値は異なるが、各歴史家はいずれもローマに対して、 ピロスが勝利したとしている。この戦いでの双方の戦闘指示の推移はこちらを参照のこと。エペーロス軍とタランティム軍指揮官、ピロス共和制ローマ軍指揮官、プブリウスワレリウスラエビヌスこれらは、守備兵で戦闘に参加していない人間も含まれる。ありがとうございます。